はうまくいったかな。ご主人、気分はどうですか？はね。まだ慣れませんか？でも今余計なエネルギーを使うわけにはいきませんから。羽は我慢してください。あう。髪の羽は本来出さなくても良いものなんですけどね。ご主人の場合、羽を出しっぱなしで分離させちゃったから収納できなかったんですよね。羽。精神が回復したらすぐに出してあげますから。メリオちゃん、帰ってきたよ。あ、帰ってきましたね。それじゃあ私はセッカちゃんの元に行きますね。羽。うわ、メリオちゃん久しぶり、2年ぶりだね。そうね、セッカちゃんから見たら2年ぶりね。やっぱりあれからもずっとパトについてたの。専属心ですから。でも随分力が落ちてるね。パトニーの影響。うん、私はご主人以上の力は出せませんからね。それに2年前にご主人に使った技のせいで能力も使えませんし。そういえばメリオちゃんが能力を使ってるところ見たことないね。だから今の私は体術しか使えません。属性魔法は今心力が出せないから使えないし。それで霊鉱山は大丈夫なの？私の体のカゴはそのままだから温度差とかは影響しないよ。太陽にだって平気で入れます。さすがメリオちゃん、相変わらず私たちの常識を超えたことを言うね。ほんと、どうなってんのよ。それじゃあメンバーも揃ったところで早速出発しますか。パトはどうするの？霊夢さんのところに預けることにします。あそこなら安心ですからね。それじゃあ私がパトを霊夢のところまで連れて行くわ。その間みんなは準備してて、私はもう準備できてるから。お願いします。私も今から準備しないと。それじゃあすぐ帰ってくるからね。私は少し準備残ってるから席外すね。セッカちゃんとロカちゃんは準備できてるの。ちゃんと準備してきてるわよ。それよりせっかくだからちょっとウォーミングアップしない。ウォーミングアップ。そう、メリアちゃんも実際に体を動かすのは2年ぶりだろうし、ここで体を慣らしておいた方がいいんじゃないかな。ふふ、今の私なら勝てるって考えてるでしょ、セッカちゃん。さあ、建前はちゃんと言ったつもりだよ。ロカちゃん、審判頼める。だと思った。いいよ、怪我しない程度に暴れてきなよ。さて、行こっか。手加減はしないよ。まだまだ。速さです。成長しましたね。次は私から行きますよ。あれで戦闘力で言って冗談でしょ。私よりはるかに格上じゃない？これはただの体術です。まあ、あなたたちレベルに比べたら次元は違うかもしれませんがね。簡単に言えば、魔力とかではなく物理的に衝撃波と雷撃を繰り出してます。いない？今のはただのフェイントですよ、月下ちゃん。で、これが本命。これは衝撃、雷撃、炎撃、風撃を一瞬に拳の中に集約し、何重の属性を混ぜた一撃になってるわよ。破壊力も月下ちゃんを吹き飛ばすには十分あるし、これでも十分戦えそうね。体術ってそこまでできるの？メリアちゃんを私たち基準で考えたのが甘かったってことか。なら、私のこの技で一気に攻める、引き船の引き、仮想風月。水面は鏡のように光を反射できるの。そこに私の光を入れるとどうなるかしらね。さあ、避ける隙間なんかないこの技をどうする？メリアちゃん。なるほど、いい組み合わせですね。でもそれは、水があって成り立つ技、ですよね。なら、その水をまずは除去しないとね。さて、やっとウォーミングアップになるわね。ほぼ能力じゃない？あれを自然に出しているというの。腕を回すことで全体に拡散的に衝撃波を乱発するなんて。おかげで水がなくなった。なら光だけでも話す。よし、ちょっと痛いけど、試してみるか。はぁ？よし、こんなもんかな。まさか生身で私の光線を弾くなんて。やっぱりちょっと痛いけどね。でもウォーミングアップはこれぐらいでいいよ。そうね、今すぐ出発だし、あまり張り切りすぎて疲れてちゃ意味ないからね。それじゃあ私は準備に戻るね。私も手伝うよ。ロカも暇だから3人で準備したらすぐに終わるよ。そうだね、それじゃあお願いしようかな。よし、力も安定してるし、体調も問題なしっと。さっき月下お姉ちゃんの攻撃を受け止めて霊力が不安定になってたらどうしようって思ってたからよかったよ。足音。今幻想郷も危険な状態だし、油断しないようにしないと。誰？あ、あなたは。やっと見つけたぞ。パトの仲間たちはいるのか？うん、みんな今から展開の準備で集まってるよ。
展開、なんでわざわざ展開に行くんだ。それはね、ということなの。なるほど、パトを直すために展開にあるオーブを取りに行くと。なるほど、そういうことか。だから毒虫の連中が幻想郷に集まってるのか。毒虫？ああ、毒虫は五種、バベルの配下組織だ。目的もオーブの回収、があるだろう。そうなの。人事じゃないんだぞ。俺たちは組織の計画を阻止しているから暗殺対象なのは間違いない上に、お前たちの目的ももしかすると毒虫の目的と一致している可能性があるんだ。そう考えるとかなり危険だ。毒虫の脅威を何とかしながら霊宝山の頂上にあるオーブを毒虫の連中より早く入手しなければならないってことだ。毒虫ってどれくらい強いの？そうだな、基礎戦闘力は全員6名王絶よりはるかに上だ。あの絶より強いの？ああ、以前の冥界に行ったメンバーだと間違いなく実力不足だが、大丈夫なのか？うん、今回のメンバーはかなりの実力者揃いだよ。そうか、ならそのメンバー、俺も加わってもいいか？え、カナメ君が来てくれるなら心強いけど、大丈夫？ああ、俺もリベンジしたい奴が毒虫の中にいるんだ。そいつが展開にいる可能性があるなら、俺は絶対に展開に行く。わかった、もうみんな集まってる頃だろうし、一緒に行こう。ああ。それで結局、結果お姉ちゃんはメリアちゃんにかなわなかったんだ。そうなのよ、能力使えない、戦闘力も0だから絶対に勝てると思ってたのにね。結果ね、本音が出てるよ。さっきの建前はどこに行ったの？どうせ、メリアちゃんにはお見通しなんだからいいの。体術だけでも結果ちゃんと対等に戦えるって分かっただけでもよかったかな。すごいわね、体術だけで結果お姉ちゃんの攻撃をかいくぐるなんて。でもやっぱり人力がないと不便ですね。結果ちゃんの光線を素手で弾いたとき、少し痛かったですし。いや、あれ普通にやってもなかなか弾けないからね。みんな、待たせてごめんね。カナメくん、どうしたの？なんでカナメくんがオウカと一緒に？誰？オウカの彼氏。違うよ。俺も展開遠征に連れて行ってほしいんだ。実力はどれくらいなの？そうですね、基礎戦闘力ならオウカちゃんより強いかな。石化より低いの。でも、あの人もすごい力を秘めてるから戦力になるよ。冥界での異変で一緒に最後まで戦った人なんだよ。俺は元、人気連のメンバーだった。でも今はあいつらを倒すためにここにいる。人気連、ということはアルタちゃんと一緒なんだね。アルタ、知ってるのか？うん、私の大事な仲間だよ。そうか、生きてたか。無事光の世界に戻れたんだな。感謝する、そしてこれからもアルタのことを頼む。うん、当然。カナメ君は今回の遠征の目的は聞いてるんだよね。ああ、オウカから聞いた。そして俺からも今回の遠征についての情報があるんだ。その毒虫ってやつらは一人一人が6名王絶以上の実力者だっていうの？ああ、おそらく絶を消滅させたのも毒虫の連中だろう。おそらく今その毒虫に太刀打ちできるのは私と月花ちゃんとロカちゃんだね。月花ちゃんとオウカちゃん、カナメ君は底力は素晴らしいけど、基礎が心もとない。そうだね、絶が手を出す前にやられたってことを考えると確かに基礎戦闘力が低いのは致命的だね。やっぱり、山登りしながら修行をしていった方がいいわね。想像以上に大変な旅になるね。みんな覚悟はできてる。毒虫対策のために修行しながら山を登り、毒虫より早くオーブを回収して、毒虫と対峙しても勝たないといけない。毒虫だけじゃない、他にも何が起こるかわからない。冥界攻略よりはるかに難しい旅になるよ。そうだね。でも絶対に手に入れないといけない。手に入れないとパトは帰ってこない。私たちの問題が解決しないんだよ。毒虫、上等じゃない？邪魔をするならいつでも相手になるわ。そのためになら過酷な修行にも耐えてみせる。自然の脅威も全部乗り越えてやる。生半可な覚悟じゃない？だからこそ私はこのメンバーで、目標を達成して、全員で生還してここに絶対に戻ってくる。もう後戻りをする時間はないよ。みんな準備はいい。ご主人、必ず私がご主人を直してみせます。待っててね、私たちが絶対に直してあげるから。お姉ちゃんたちやパトニーのために私も全力で挑むよ。毒虫、俺が必ずお前らを倒してやる。厳しい旅になる。だからこそ私がみんなを守る。そのためにここで私は成長するんだ。やっと準備が整った。パトを守る。今ここで、私の誓い、必ず果たしてみせる。よし、それじゃあみんな、行こう、展開、霊峰山へ。おう！
聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。